進んでいますか。中止します。いつか。サイバーライフ。モデル AX400C。読めない。レディ。あ、女の子。あ、トップクラスの家事アンドロイドですよ。この子がロボットじゃないの。ほら、ゾーイ、行くわよ。ゾーイ。はあ。しかも小学校から大学までお子様の宿題を見ることができるんです。はあ、こんな風なの、アンドロイド売り場って。このスマホ、あの画面、あれ知ってる。48億で無理し、$7,999。スマホみたい。お買い求めいただけるんですよ。しかも部品と修理は2年間の保証付きです。返金の配管にあって修理、まあ、火事よろしく。ありがとうございます。不法侵入や煙を探知した際に緊急サービスに連絡します。店員さんもアンドロイドで MT800 は多少値段が上がりますが、さらに万能なんです。あー、なるほどね。まあ、専用さんはあるんですね。いかがです。怖い。整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか。引かれたんだよ。ただの事故さ。ああ、やばそう。ともかくもう新品同然ですよ。ただリセットしたのでメモリが全て消去されました。大丈夫ですか。問題ない。あ、なんかや、なんか隠してるな、この人。名前はどうします。娘がつけた。 AX400、 名前の登録を。カーラ。私はカーラ。あ、女性か。あ、こっからスタートと。いやー、いいな、このオープニングかっこいいな。ゴロリア・カーリー、ブライアン・リチャード、ジェシー・ウィリアムス。いいな、このオープニング。クランシー・ブラウン、ミカ・ケラリー、ランス・ヘンリー・コティス。あ、普通に工事もあって、これがアンドロイドだったりするのかな。このおっさん、なんかありそうな顔するな、ほんとに。Get your to way。アンドロイドのリセットのロゴなのかな、デザイン。いやー、でもすごいな。綺麗だな、グラフィックが。消したって言ってたから、多分この人のところでか、あの、使われたのかな、このアンドロイド。デビッド・ケイジ、リトン。2038年11月5日、8時38分。お、そこの人。この人もアンドロイド。大ハト。ああ、いいな、こういう光景は。そろそろ帰りますか。ペリーニペイントで注文を受け取る。デリバリー。アンドロイドの秘密、サイバーライフが公開。人間と共存する設計。VR、MMORPG ユーザーが10億人超え。あ、そうか、タブレット、本じゃなくて。ウィンアラス気候大変。あ、これが読めるのか。え、これで、なんか、この表紙の人に、なんか、アジア人っぽいね。アンドロイドの秘密、サイバーライフの公開、人間と共存する設計。
ここを各自で読んでください。読むの大変なので。人を不快にさせる何かが気づいた。人間界に取り組んだ。全てのジェンダー、人類、民族をハンドメイドで再現してきたサイバーライフは、ああ、なるほど。リアルな細かい部分を、開発したと。だから受け入れられると。ユニアルス。気候大変動。うわぁ。憧れの高級住宅地。異常気象の原因で、アメリカの沿岸都市から富裕層が姿を消した金持ちがいなくなったところ。なるほどね。富裕層は内陸部や高地の不動産とか、地球温暖化で海面変動が起こったから、海沿いに住んでた人たちがいなくなった。これが示すのは農村部の地価高騰と、この地域の住宅の急落。面白いな。やっぱり沿岸部では、洪水、ハリケーンなどの災害による被害が相次いでいる。それに加えて、各種施設や娯楽までもが裕福な顧客の後を追う。なるほど。その沿岸部にそのいろんな店があったんだけど、それ自体も移動してる。ドーナツ化。日本でもあるよね、ドーナツ化現象。なるほどね。地球温暖化は社会構造さえも変えてしまう。完全に今に通ずる話だよね。綺麗。何て言ってないんだっけ。ベリーニペイント店に店。おじさん。確かに。アンドロイド。こっち行けんの。行けませんね。はい。おい、水を。19キロ走りました。ゴールまであと8キロ。スマホみたいな役割。そんなラムネ扱わない。そういう使い方がある。普通になんかスマホみたいにアンドロイド使ってると。信号が青になるとか、そういうのも表示してくれるんだ。信号とかあれか。いい未来的な車。レッドは信号の話じゃ関係ないか。いいね、こういう感じ。楽しいよ。横断歩道も光るんだ。ちゃんとね、もう渡りましょうね。ごめんなさい。やばい、赤になっちゃう。RS GPS を使う。あっちにあるのね。マーカー欲しいな。これはサイバーライフの看板。Get your two days。あなたも手に入れられるよ。今日中に。って感じ。ストレートミュージシャンいる。聞いていこうかな。曲弾くな。ヒューマンミュージック。人が弾いてます。お金ください。見てる50セント。
これも一回一回くれってことね。お金殴れないのかな、ダメですね。スパチャできないのかな。まあ、交差できなそうだな。まあいいっすよ。どこだっけ。ハンドル。そしてその時、我々は偶像崇拝の代償を払わねばならんのだ。悪魔め、私に一体何のようだ。あ、俺に言ってんのか。正体は知っているぞ。ああ、なるほど。全てお見通しだ。アンドロイド反対派なの。貴様は邪悪な者どもを呼び寄せる存在。貴様がデトロイトを崩壊へと導くことになるだろう。ああ、アンドロイド反対派。我々はアンドロイドという奴隷を創造した。だが今や立場は逆転した。我々は依存しすぎたのだ。バンアンドロイド、ああ、やめろってことね。アンドロイドいるんだろうな、多分未来的にはいそうだよな。AI 反対派の政治家さんとか。どこだ？ベリー、これかな？あ、ベリー、あ、ここだね。ベリーペインツ。開け方にもコツがいるわ。何言ってんの？なんだ？アロマキャンデル、あ、アンドロイド。接続する。グリーンペインツ。ID 認証完了。君もアンドロイドですね。な、仲良くなれそうだよ。オーダーナンバー847。$63.99です。お支払いの手続きを。それ払おう。支払いを承認。ああ、なるほど。手続きを完了しました。現金なんか存在しねえのか。これなんだ。ベリーペインツっていうくらいだから絵の具屋さんなのかな。ありがとうございました。絵の具屋さん、ペインツ。でも、カメラ動かん。どっちに行く？バスに乗ってきたくせに、そのバスはどこに？あっち行けないってことか。そこっち行く。ちょっと、あ。頼むよ、助けてくれ。お金持ってないんだよ。いや、お金あげたいけど。あ、そうか。小銭とか持ってないからできないってことか。さっきの投げ銭も。なるほどね。もう、あ、あっち、71メートル。あげたいけどな。ごめんよ。そうか、もう現金もなくなってるってことか。全部そのアンドロイドの、なんだろう。キャッシュレスって言うのか、この時代もキャッシュレスって言ってんのかな。なんかキャッシュレスって言葉が古臭く感じるな。これを。ねえ、うん、なんかいろんなとこでいろんなとこで会話が飛び交ってて、よし、カズ来たくね。反対運動を受ける。おい、どこに行くつもりだ。うん、面白い。お前らアンドロイド様のお出ましだぞ。うわあ、避けていこうぜ。ねえ、こいつ見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。ああ、痛めつけてやら。仕事を失った人がたくさんいるってことか。おい、こら、
ろ。話してやれ。いいから邪魔しないでくれよ。傷つけたら罰金食らうぞ。もう仕事を奪われてから後悔するなよ。そうだな。ほらもう行け。まあでもこの警官の人もあんまりよく思ってなさそうだよね。アンドロイド、ああもういる。まあなるほどね。そういう意見があったんだろうな、今もあるんだろうな。まあそう、まず普通に今の現状とリンクするわ。かっこいいわ。するアンドロイド用のバスなんだ。専用のバスもある。はあ、だから人と、まあ、バスが走ってるのか分かんないけど、あと人も乗ってる。あ、なるほど、アンドロイドを乗る場所がある、普通のバスに。っていうかまあ普通に蹴られたから傷つけられましたよ。なんか根深いね、やっぱり。どんだけ便利になろうとやっぱり足りずが起きる。まあ当たり前か。あ、ここまで。おー、これでストーリーなんだな。あ、で、なんか忘れてる。多分その、さっきの、なんだろう、ストリートミュージシャンを聞くみたいなイベントがまだあったんだな、この間に。これって、直接セーブってできんのかな？世論無関心。83% コンプリートだから。もっとなんかあった？どうしようかね、そのストーリーを中心に進めていった方がやっぱりいいよね。あんまりにその残酷な終わり方をしない限りは、やり直すってこともしなくていいかなと思う。全部ゼロ。あ、これフレンド選択。この、ここが何パーセントかみたいな。つまり、こうやって、その、寄り道をしてた人の数っていうか、パーセント、割合ってことか。これ続ける、あ、これ続ける限りは進んじゃうのかな。火事の、なんか なんかボロボロだね。どこも。なんか全然そのアンドロイドを変える感じじゃない気がする。まあ失礼か。これセーブはなってんのかな。じゃあもう、じゃあここまでにしましょうか。じゃあ次はで、とりあえずここまでにしましょうかね。はい。まあ、もうちょっとやってみただけでかなりのめり込んでますけど。だから、これからね、その、どんな難しいことがあるかちょっと楽しみですね。はい。では、皆さんご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。シュレーディンガーの猫をご存知ですか？あなたが決断を下すまでは、すべてが同時に起こっている。デトロイトのように。